すれば綺麗に、はい、あと納豆というのは日本の誇れる食文化の一つです。楽しんで頑張ってお客様に美味しい納豆を宣伝してください。じゃあ、せーの、いらっしゃいませ。そしておじぎですね。納豆、お、何これ、食べる、正解、すごい大きいでしょ、でね、今までと違ってね、大粒の納豆になってます。はい、いらっしゃいませ。これが一番美味しかった。こちらでございます。はい、じゃあこれもまずね。2個買っちゃおうかな。ありがとう。はい、こちらは何かいいのありますか。あー、すごいすごい。はい、ありがとう。じゃあ、それから違うのすすめに切って、はい、はい、あ、そうです、そうです、向きも揃いますよ。というとこちらです。はい、ありがとうございます。またお越しください。あ、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。レジのお会計や、あとは納豆を入れ替えたりするところが楽しかったです。やっぱりお見送りが大事っていうことが分かりました。働くことが喜びだっていうのを感じてもらって、また地域に戻ってきていただいて、あの活性化というか、みんなで盛り上げていけるような存在になっていただければと、はい、思っております。